よし、水が引いたぞ。
誰にやられたんだ？ブツとは何なんだ？おい、しっかりしろ！おい！
誰だ、あんたは。調査隊だ。大丈夫か。ああ、なんとかな。救助に来てくれたのか。でも少し遅かったようだぜ。ヘイムダルは壊滅状態だ。この先にはもう水が入ってきてる。艦長の判断だそうだな。浸水は止まったと聞いたが。その通りだ。怪物もろともヘイムダルを沈めちまうという爆弾は一発しか爆発しなかった。この程度の浸水じゃこの船は沈まねえ。あんた、なんとかしてくれねえか。あの怪物どもがこのまま陸に上がったら、とんでもねえことになるぜ。ああ、分かってる。奴らの上陸は、何としてでも食い止める。あとは俺たちに任せて、君は甲板へ避難してくれ。頼んだぞ。じゃあ俺は行く。おっと、これを渡しておくな。お互い生きてたら、また会おうぜ。ああ、助かる。気をつけていけよ。
護送だ。ロバート、お前はどこだ。僕も護送だ。これから4層に向かうところだ。兄さんも4層に向かってくれないか。分かった、気をつけろよ。
ロバート！兄さん！ロバート、無事でよかった。まさかこんなところで兄さんに会うなんて思ってもいなかったよ。ああ、事故調査隊が結成されるときに志願したんだ。ロバート、一体この船で何があったんだ？全てはアークをこの船に積み込んだときから始まったんだ。アーク、アークとは何なんだ？古代生物のことじゃないのか？それともあの化け物どもがアークなのか？アークとはこのヘイムダル全体に広がっている植物のことなんだ。あの化け物どもがアークの種子を運ぶただの操り人形さ。操り人形？あ、アークは人間に自分の種子を植え付ける。そして植え付けられてアークに意識を乗っ取られた連中が手当たり次第の人間にまた種子を植え付ける。だってなぜそんなこと？わからない。でもアークは人間に対して敵意を持ってる。そんな感じです。そんな危険なものをこのままにしておくわけにはいかない。アークを倒す方法はないのか？今のところ機関部を爆破しヘイムダルを沈めることしか思いつかない。モアの機関であるこのヘイムだろうか？バカだ。でもあいつらが陸地に上がったら取り返しがつかない。やるしかないんだ。分かった。それも最終手段としては考えよう。でも俺たち調査隊のメンバーには有名な科学者もいる。なんとかアークの弱点を探し出し必ず殲滅する。艦内は俺たちに任せて早く甲板へ脱出するんだ。いや、そういうわけにはいかないよ。まだ生き残っているはずの仲間を助けないとならない。それは俺たち調査隊に任せるんだ。お前は早く逃げてくれ。何を言ってるんだよ。僕だって軍人なんだ。兄さんだけを危険な目に遭わせるわけにはいかない。しかし少なくとも
艦内については僕の方が詳しい。少しでも皆さんに協力したいんだ。分かった。しかし気をつけろよ。まあ分かってる。今まで生き延びられたんだ、大丈夫さ。じゃあ僕は行くよ。一人でも多くの仲間を助けたいんだ。兄さん気をつけて。また後で。ああ、ロバート、無理はするなよ。分かってる。いやだな、いつまでも子供扱いしないでよ。じゃあ。ラング隊、マニング少尉。ああ、ジャックか。お二人ともご無事でよかった。どうかなさったんですか？いや、なんでもない。ちょっとマニング少尉と任務について話していただけだ。そうだな、少尉。ええ、そうなのよ、イーグルフェザー軍曹。そうでしたか。さ、無駄話はこれで終わりだ。各人、自分の任務に戻れ。時間がない。軍曹、気をつけて。また何かあったら連絡するわ。各人、自分の任務に戻れ。時間がない。誰だ？ロバートか？どうしたロバート？何かあったのか？いや、なんでもない。さっき、何か鍵のようなものを見つけて、調査の役に立つ。渡したいんだ。どうした？様子がおかしいぞ。大丈夫か？今、どこにいるんだ？整備室の前だ。鍵にこびりついているロート製薬品を探す。ロバート、どうした？ロバート、
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ロバート！兄さん、どうやら僕は規制されたらしい。ロバート、しっかりするんだ。もうダメだ。アークの声が聞こえる。大丈夫だ。助かる方法があるはずだ。ドクターに。無理だよ。兄さんたちが来る前にいろいろ試した。規制されたら助かる方法はない。ロバート、兄さん言ってくれ。もう意識の最後見られたくない。ダメだ、できない。僕を困らせないでよ。せめてこれを。兄さん、アークを倒して。
ドクター、どうしたんですか？一体何が？ジョーイは暴食なんかしていなかったんじゃ。あ、アークに操られていたんじゃ。このままではヘイムダルはアークに操られてしまう。そうなったら、一体…ドクター、ドクター、どうしました？ドクター！ジャック、今のドクターの通信を聞いたか？はい。ドクターに一体何が？わからん。とにかく6層へ向かうぞ。6層へは5層の実験倉庫から行くそうだ。急げジャック、俺もすぐに向かう。了解。どうだ状況は？先ほどドクターから通信が入りました。アークがメインコンピューターに影響を与え始めたようです。何？ドクターの身にも危険が迫っているようでした。自分は急いで6層へ向かいます。ラング隊員もすぐに来るとのことでした。俺はまさかの時のために手に入れなければならないものがある。ジャック、先に行ってくれ。俺もすぐに後を。了解。
Thank you.
ャック、隊員、一体何が起こったんですか？大変だ。火器管制システムが暴走し始めた。このままだと弾道ミサイルが…なんですって？そんなことになったら司令本部はもう調査どころじゃない。ヘイムダルを一斉攻撃して俺たちものとも沈めてしまうだろう。そんな…どうにか火器管制システム室までのルートは確保した。もう時間がない。タイムカウントがゼロになったらおしまいだ。頼むジャック、止めに行ってくれ。了解。よし、これでもう大丈夫なはずだ。調査隊、イーグルフェザー軍曹。なあ、調査隊、無事だったか。よかった。今、上空に到着した。これから着艦する。そうですか。わかりました。甲板には生存者が避難しているはずです。彼らの救出をお願いします。了解。Yeah.
隊、火器管制システムは停止しました。また先ほど輸送機からの通信を受けました。輸送機はヘイムダル上空に到着、これから着艦するそうです。甲板にいる生存者の救出を依頼しました。そうか、間一発間に合ったな。これで脱出ルートが確保できた。今回はお前に助けられたな。一応礼を言っておくぜ。どうもな。この借りはいつか返す。いえ、そんな。ま、いいってことさ。堅苦しく考えるな。はい。じゃ、俺は先に甲板に行って脱出の準備をしておく。わかりました。ああ、そうだ。ここで管理している扉のロックは解除しておいた。タイ、それは何ですか？何でもない、気にすんな。ちょっと情報部に頼まれたものだ。さっさと行け。ドクターが化け物の餌になってもいいのか？早くしろ。ドクターが心配じゃないのか？ご無事ですか？今そちらへ向かっている途中です。それはご苦労。途中の扉が閉まっておるはずじゃ。今開けてやる。待っておれ。ドクター、どうなさいました？ドクター、なんだ今のは。何があったんだ？君は調査隊のイーグルフェザー軍曹です。しっかりしてください。俺はもうダメだ。これを。これは特殊装甲のセパレートキーと小型爆弾だ。キー4枚で倉庫が開く。あとの3枚は他の士官が持っている。彼らもこの層に来ているはずだ。倉庫の中には大量のアークがある。
その爆弾で始末してくれ。奴らの発芽を止めろ。頼む。わかりました。頼んだ。あなたの無念は自分が必ず。安らかに眠ってください。ご無事でよかった。よくここまで来れたの、ジャック。ドクター。見ろ。核融合炉の高熱に侵され、日の当たらない鉄の棺桶で目覚めたアークは、蘇る生命のために人間という害虫を排除し、ヘイムダルに森を再生しようと異常な成長を遂げた。しかし無秩序に遺伝子データを放出していたアークが少しずつ本来の機能を取り戻しつつある。何をおっしゃっているのですか。地球の環境が悪化するとアークは無存在しなある種の信号を時代を超えるべき生命に伝える。するとその生命はアーク、つまり森に集まってくるのじゃ。アークはその生命の遺伝子を吸収し種となって、やがて環境が改善されると種は眠りから覚め、動物や昆虫に遺伝子を託し、再び地球を生命の満ち溢れる楽園へと導くのじゃ。アークには
生命35億年の記憶が宿っておる。今こそアークによって地球が楽園となる時が来たのじゃ。ドクターどうなさったんです。ドクターあなたはすでにアークに。やめておけ。わしを吹き飛ばしたからといって何も変わらぬぞ。それよりもどうじゃ、アークに会ってみたくはないか。今機関部に通じる水密隔壁を開けてやる。さあ行ってアークに会ってこい。そしてその主張に耳を傾けるがよい。霊長類の代表者としてな。Thank you.
Thank you.
人類はアークの怒りに触れ絶滅する。かつて秩序を乱し制裁を受けた種と同じ道をたどるのじゃ。そして地球は再び楽園になり、選ばれた生命の輝きに満ち溢れる。ジャック、どうじゃ、まだ間に合うかもしれんぞ。わしのように素直に罪を認め、アークと一体になり許しを交渉すれば楽園への扉が開くかもしれんぞ。ドクター、自分たち人間は生きる価値がないと、必要のない存在だと。いや、そうじゃない。迷いながら道を探していく、そんな生き方だってあるはずだ。ドクター、アークの思い通りにはさせません。自分は必ず。Thank you.
が失われたのか。バーク隊長。ジャック、最後の手段。ヘイムダルを沈める。この船は海岸に接近している。もはやためらっている時間はない。このままアークを上陸させたら取り返しのつかないことになる。我々だけで何とか阻止しなければならない。わかりました。さっきジェシファーとラングには通信でこのことを伝えておいた。甲板に輸送機が着艦していると爆破が済み次第俺たちはそれで脱出する。了解。ここに砲兵用の高性能液体爆弾、こいつを船の両面の強制排水ポンプに3発ずつ、計6発仕掛けた。ジャック、お前には左舷を頼む。俺は右舷に仕掛ける。仕掛け終わったら第二機関室に来るんだ。そこで起爆スイッチを入れ、甲板へ脱出する。はい。
爆弾の設置は終了しました。よし、起爆スイッチを入れるぞ。
隊長。マーク隊長。ドクター。行け、ジャック。こいつは俺が片付ける。そんなことできません。そいつを倒して隊長を。機関部即部破損、浸水しています。第6層内すべての隔壁を閉鎖します。何をしている。命令だ。お前は生きて脱出するんだ。隊長、隔壁が間もなく閉鎖する。急げ。俺を無駄死にさせる気だ。隊長、はい、こちらイーグルフェザー軍曹。今激しい衝撃があったか。爆破に成功したのか。はい、これから直ちに甲板に向かいます。わかった、急いでくれ。甲板が傾けば傾くほど脱出が難しくなる。発進可能ギリギリのタイミングまでを待つ。間に合わなかったら諦めてもらうしかないぞ。了解。ここに繋がっていたのか。まだ生きていたのか。乗組員は退避してください。
します。隊長が化け物にやられました。隊長が、なんてことだ。仕方がない、俺たちだけでも逃げるぞ。中央エレベーターを動くようにしておいたぞ。輸送機の準備はできた。急いで甲板に上がってこい。了解。少尉、聞こえますか。イーグルフェザー軍曹、無事だったのね。はい、少尉もご無事で、こちらは爆破に成功。現在甲板に向かっています。隊長はやられました。隊長も、そんな、申し訳ありません。あなたのせいじゃないわ。私だって誰も助けられなかった。少尉、私たちだけでも脱出しましょう。オリンポスが近くまで来ているのよ。私はオリンポスで脱出するわ。軍曹も合流してちょうだい。いえ、自分はこのまま甲板に向かいます。ラング隊員が輸送機発進の準備をして待っているはずですから。分かったわ。気をつけて。だが無事に脱出してベースで会いましょう。了解。少尉もお気をつけて。では、取組員は退避してください。